聖シェルは27の地区に分かれている。地区は地方政府として機能し、管轄区域の発展を推進する義務を負う。議会は地区コミュニティ評議会と呼ばれ、2ヶ月ごとに開かれる。評議会議員の任期は2年、定員は12名で、地方自治を担当する、社会問題、コミュニティ開発、スポーツ省の大臣が任命する。また地区は、 国民議会選挙及び大統領選挙の選挙区としても用いられる。上記に含まれない離島は一括りにされ、アウター諸島と呼ばれている。アウター諸島は、どの地区にも所属しておらず、単独の選挙区は割り当てられていない。また議会を持っておらず、地区として扱われていない。パーシビアランス島は2002年より、埋め立てが始まった島で、2011年に、 最初の住居の割り当てが始まり、2016年6月に、選挙区として承認された。二つの地区が設置されているが、2020年総選挙では、パンシビアランス島は一つの選挙区として扱われた。セーシェルの地区地区の一覧。アウター諸島は、地区ではないが、便宜上一覧に含めている。面積地は、小数点、第二位を、四捨五入しているため、多少の誤差がある。 5つの地区が存在した。1947年に行われた国勢調査では以下の地区に分けられていた。1977年の国勢調査では以下の5地区となっていた。1979年、セーシェルは23地区に再編された。なお、インナー諸島とアウター諸島については割り当てがされなかったと思われる。1998年に、 アンス類は、オーカップに改名し、レスマメールとロッシュイマンが新たに設置された。ザバーチャルセーシェルのウェブサイトによれば3つ全てが埋め立て地であるとされているが、地図上では、オーカップは旧アンス類地区を含んでいる。また、連邦情報処理標準では、アンス類が3地区に分割されたとしているが、確かな情報ではないとされている。ありがとうございます。